ハストムココロさんのインタビューです。本日のテーマは、なぜ人間は戦争をするのか、なぜ人間は戦争をするのか、よろしくお願いします。なぜ戦争を起こるのか。どの時代でも戦争は起きていた争い。何千回何万回で転生してきている魂の中でもずっと行われてきた戦争。人間独自、それぞれの人間独自の物差しがあって、所有欲、思い、解釈の仕方は違うんだけど、それの欲の塊ができて、お金儲けをする者たちが上にいるからこそ、お金の市場が回っているっていうのが戦争の仕組み、で、自分たちのものにしたいっていう欲のもの、これは人間社会で行われている戦争、だけど精神世界では戦争っていうのは浄化を促すためのものであり、そして浄化を促すための戦争でもあり、カルマ生産のものでもある、これは人間社会ではあまり知られていないことなんだけど、展開からにしたら善も悪もないことだから関係ないってなるんだけど、人間社会では善と悪、何が正しい、何が悪い、人を殺すのはダメだけど動物を殺して食べるのはいい、同じ命なのに違う、生きるために必要だから、タンパク質が必要だから殺す、自分の肉として命をいただく、これは当たり前のシステムになってるけど、人間は殺してはいけない。なぜ？動物も一緒なのに、野菜たちも一緒なのに、肉は食べてはいけません、生きているものだから。じゃあ野菜は食べてもいいの？野菜も命があるのにっていう感じ、話はちょっとそれてしまったけど、なぜ戦争が起こるのか。それぞれ独自の物差しを持った者たちが所有欲、欲を持っているから、そしてそれでお金を回しているから、お金を得ることができる者たちがいるから、戦争っていうものはなくなることはない。なぜかって言ったら、人間独自の物差しを持っている限りなくなることがない、欲があるから。それが欲がなくなるっていうことがあれば、戦争は起こることはない。共栄共存ができる世界になったら、みんながみんなそういうふうになることがあれば、戦争は起こることがなくなる。はい、ありがとうございました。